私の私はこっち推し。はい、はい、おはー。分前に起きました。あ、どうも。早いですね、起床1分でこちらのルームに。あ、どうも。ね、ゆる。あ、どうも。そうだよね、午前中だからいつもに増してゆるいです。仕事の合間に来てみて、ありがとう。あ、どうも、おはよう、おはよう。ショールーム熱を入れてね、最近配信してるんですよ。でもなんか急に始まってびっくりみたいな。いつもみんなねびっくりしちゃってるかも。結構最近予想もつかない時間帯でやること多い。だからまあ皆さん見れるときにね見てください。いや、でもよくこう寝る時間、夜勤の方、朝早い方いらっしゃる、たくさんいらっしゃる。いや、そりゃそう、みんなそれぞれご予定があるから、お仕事もね。そうだからなんかねえ、まあ、配信の時間とかにはめちゃめちゃいろいろね言っていただくんですよ。この時間帯なら見れるなとか、この時間帯にもやっていただきたいなとか言っていただくんですけど、なのでまあいろんな時間にやっていろんな方が見てくれたらいいななんて思ってます。なのではい、よろしくお願いします。今日は意識を高く自分の生誕 T シャツを着てます。じゃーん。でも水色はいいんだけどね。これ何回も言って申し訳ないの、もう T シャツを見るたびに思っちゃう。いいんだけどもっと可愛くなるはずだったの。もうもう一生言い続け。でもこれファンの人はね、いいやん、可愛いやんって言うの、この T シャツを見て。いや、わかるよ、いや、そうなんだけど、でももっと可愛くなるはずだったの。荒ぶらないでー。そうなんだね。いや、でもなんかファンの人がさ、公演とかおしゃべり会の時とかにね来てくれてるの見ると、あ、可愛いなって思います。みんな似合ってる。そう、みんな似合ってる、めちゃめちゃいいよ。いいね。どうしたんだろう、多分ちょっと朝だからってテンション落としちゃいけないっていう気持ちが働いてるんだと思います。今どうも。昨日のお休みツイートとおはようツイートはプリンさんたちに登場していただきました。なんかこういうところなんだよね。私さ、 SNS とかこう駆使してさやってかないといけないアイドルじゃん。その自分でSNS を活用して自分のこう人気とかもにもつなげていかないといけないアイドルやってるんですけど、そうだからなんかちゃんとその一応好きなようにアカウントをいただいているという感じだけど、なんかちゃんとこう狙いを定めていかないといけないんですよ、本当はね、きっと。だからその表に出るそういう SNS は
やっぱり自分の顔が写ってるものとかにした方がいいと思うんだけど、なんかこう、いや頭では分かってるんだけどね、あのね、その気持ちがね、プリンの写真を撮りたいっていう、すごいそういう気持ちなのよ。そうなの。だからそのツイートはさ、きっとさ、可愛い写真を載っけて、おやすみってツイートした方が、そのツイート自体も絶対伸びるんだよ。でもさ、なんでかわかんないんだけど、なんかそこが急にその戦略的にできないんだよね、私。もうなんかプリンさんたちを載せたくって、自分よりも。プリン、私の家のプリンを見てくれ。私んちのプリンちゃんたちを見てくれっていう気持ちで、朝も夜も、はい、プリンをね、乗せちゃって。そんな時もあるさ。ありがとうございます。いや、可愛いのよ、私んちのプリン。体育座りしてて。でもあれ、ガチャガチャで可愛いって言い始めてたから、なんか送ってくださったファンの方がいて、プレゼントで。すごい、だからね、もっと大量にある。そう、でもおかげさまで全部コンプリートしてます。他にもそのゼリーとかコーヒーゼリーとかもいるの。メロンソーダ系のゼリー、私の今目の前にいるんだけど。そう、そう、私のね、そうなの。ここが、私今日ここで、てか最近なんかここで寝ちゃう、ソファーで寝ちゃうんですけど、昨日からもうソファーで寝ると決めてソファーで寝た。だから布団を持ってきてソファーに寝てる。なんか私のお部屋のエアコンが多分本当に壊れてて、19度とかにしてようやくちょっと涼しいんですよね。終わってるよね。そう、だからあの注文してもらいました、ちゃんと。だから今度届きます、エアコンが。でもそれまではもう暑いよねって思って、ここで昨日から寝始めました。ベッドです。そう、でも私リビング大好きで、最近なんか好きのそのマイブームがあるんですよ。自分の部屋しか勝たんって、なんかもうリビングにはあんまり出てこない。自分の部屋にずっと引きこもってる時もあれば、今はでもリビングがマイブームで、実は家に弟もいるんだけど今、だからこの配信10時半までです。10時半までリビングで置かしてくれと。はい。うわーなんだってって言ってました、弟は。まあいいけど、優しい。おはよう、初見さんだ、こんにちは。おはようだ、おはようって言われたんだから、おはようだ、おはよう。そう、いや弟もね、リビングにいること結構多いんですよ。弟はでも部屋にこもってる時間も多いな。どっちなんだろう、でも同じくらいかも。10時半まで、だから私がショールームさせていただくということで。弟は今は夏休みですかね、高校2年生なんですけど、でもなんか勉強も結構頑張ってるっぽくって、でもなんかアルビの試合見に行ってくるとか言って友達と行ったりとか、さっきもギター弾いてたし、昨日はエレクトーン弾いてたし、ゲームしたり、すごい充実してますね。いいね。いいね。そうなんですよ。
まるでね、同じ一家、同じ血を持ってる人だとは思えないくらい私には似てないですね。考え方とか性格とかも似てない。まあ常識はあるんだけど、なんか似てる部分もあるのかな、どうなんだろう。でも本当にパックリ違う人種を感じます。ちなみに弟は B 型。そう、今日は朝からゆったりメイクをしてご飯を食べて配信をしてるところ。私の弟に生まれたい人生、いやいやいや、それは多分思わないと思う。別に私の弟はうわーはるるんの弟に生まれてよかったーとか思ってないでしょ思ってたらもう重症よ。だから多分ね、そんなことないよいや、思ってるかな、思ってくれてるかな。はるるんの弟に生まれてきた今世最高って思ってるかな絶対思ってないから大丈夫。いやいやいや、そんなことないよ。まあ違うその生き物として生まれてたらそう感じるかもしれないけど、実際に私の弟として生まれてきた場合絶対にそんなこと思わないからね。プリンさんたちはちょっとあちらにいます。はい、そうです。今日皆さんは、この時間帯にいらっしゃる皆さんは今日はお休みなのか。お休みですかね。お休みですよ。いいね。ゆっくり休んでください。あ、お仕事しながら見てる。あら、今日まで休み。普通に仕事中、仕事中。そう、お仕事中にさ、見ちゃってるんですよね。ほんとに。学校だったらさ、めっちゃもうスマホ取り上げられちゃう。そう、私今日ふと思ったんだよね。なんか私今まで生きてきて一番なんかしんどいっていうか大変なのはもうなんか学校に行くことだったなーって。なんか学校に行く朝って最近忘れがちだったけど、なんか学校がある日の朝って急に謎の不安みたいな気持ちになったことないですか。もうホームシックみたいな。なんかお仕事でそうなったことがないから、あ、私はまあ今すごいいい環境でやらせていただけてるんだなとも思うし、学校本当大変だった。なんか長いし、学校って一日長いし、なんかこう集団じゃないですか。あとなんかやらないといけないことも大変だし、宿題とかってめっちゃ大変。そうとか、なんか不安なことが思いつかないんだけどなんか不安みたいな。だし学校に行ってみたら行ったで全然大丈夫なんだけど、その行く前の朝が一番憂鬱な気持ち。はい、なんでか分かんないんですけどね。
んでなんだろう。あと朝も早いしね。だって7時とか8時とかでしょ。早いね。でもまあ通勤通学通勤の方もそのくらい早いよね皆さん。なんかこのお仕事はさ、すごく毎日規則正しいわけじゃないし、お休みもなんかまばらだし、まあほんと人によると思うんですけど、私はすごいめっちゃ忙しい時期と、このようにして超絶暇な時期と、まあいろいろなんですけど、でもなんかその日超朝から夜まで長い一日っていう日もあれば、逆にお昼頃からとかっていう日もあるし、なんかいいんだか合ってるのか合ってないのか分かんないけど、なんか合ってるような気がする。私多分その学校小学校に行ってた時になんか考えて、なんかはるかは今私は月から金まで決まった時間に学校に行って、決まった時間に帰ってきて、土日お休みで2日がその幸せな2日間が終わったらまた月曜日が始まってっていう永遠のループに、なんかその永遠のルーティーンをしていることになんかえって思っちゃって、これいつまで続けるんだろうみたいな、ずっと続けて終わったって思った時には私中学生になってるんだえみたいな。でも中学校に入っても同じじゃん。で部活とかが始まってもっと忙しくなったり、帰る時間が遅くなったりして、なんかルーティーンがなんかもう恐怖みたいな感じだったから、私はあんまりルーティーンっていうか、その同じのを何回も何回も繰り返す、毎日同じっていうのが多分向いてない体質なのかもしれないと思いました。知らんけどでも今はでも正直もう私旅行とかも行けないんですよ。本当にもう NGT に入ってから旅行に一回も行ってない。夢の国ディズニーも言っちゃった、そう行ってないです、もう。はい、あ10時になりました。旅行とか行きたい。長期休暇とかってさ、前もってさ分かんないからさ。そうなんですよね。この時計は私が保育園の時からあります。最近音楽が鳴らなかったんだけど、なんか電池を交換したら鳴るようになったらしいです。元気、そう、めっちゃ元気。時間ごとに鳴る曲違う、違う気がする。でも12曲あるのかって言われたらそんな気がしない。なんだっけ、わかんないやもう19年間この時計と一緒に過ごしてるけどわかんないですね。なんか昨日このソファーで布団を持ってきて一人で寝てるのがすごいこう新鮮な寝方っていうのが最近快適で、この前も言ったんだけど、その私廊下で寝たんですけど、そう廊下で寝るということがなんか新鮮で、それが快適だったんです。そう
なんか薄暗い、うん、なんか感じが良かった。え、なんでそんなびっくりされてるんだろう。いいやん。え、なんか床で、そう、廊下を歩いてたら眠くなっちゃってそのまま寝てみたみたいな。したらなんか、え、快適、いいねって思ったんだ。痛くはなかったよ。むしろなんか床が痛かったんじゃないかなって。そう、で今日はだからここのソファーで寝て、なんかで、なんか光、上とかの光、私照明ちょっとだけつける派なんですよ、寝るとき真っ暗にもせず。でも全部明かりはつけてるわけじゃない、もうちっちゃい照明をつけるんだけど、お部屋はいつもオレンジの照明なんだけど、ここのなんかちっちゃい照明、ちょっと詳しくないんだけど、なんか私このここの照明だけなんかこう普通の丸いやつになんか3点に三角形なんか3点にこうまた違う丸い光の照明がついてて、なんかそれが一個だけ光った。なんかあのポチポチってさ何回もさ壁のスイッチを押したらなんか光の加減が変わるんですけど、適当にそれにして寝てた。え、めっちゃ良かった。でもあの欠点としてはここすぐ近くにそのコンセントがないのよ。コンセントを充電器だからスマホを充電しながらが無理なの。だからもうここの私もこっち頭にして寝てて、こっち足ね、こっち足頭で掛け布団をかけて、もうここに掛け布団がもう畳んであるの。そうで、ここにスマホをもう置く場所もないから落としちゃうし、ここに置けばいいんだけどね。え、なんでだろう。でもなんか手放したくなくって、だから朝起きて、あ、携帯どこだろうなって思って背中からヒュッ、この子たちをね枕にして、ごめんね、重たかったね、体バキバキになり、いやー今んところまあ一晩しかまだ経ってないからね。え、エアコンいつ来るんだっけ。でもまだね何日かあるな。だからそれまでにその業者の方が取り付けに来るから、私の部屋のそのベッドとかがあるから動かしてエアコン取り付けていただくので、ちょっとその人様が来ても大丈夫な部屋にしないと。私の部屋に家族以外の人が入るなんてもう10年ぶりくらい、小学校の頃に友達が入った以来多分ないですね。はい、なので部屋も緊張してると思います。あ、メンバー来たことあったわ。あ、じゃあそんなでもないわ。でも言うて3、4年ぶり。そう、あった。ちょっと大げさに言っちゃった、10年ぶりなんて。なんか全然レア感が急に落ちたね。ひのちゃんが確か来て、ひのちゃんだけじゃない、でも確かなんか私のお家になぜか
なんか人生ゲームをやりに来る人たちがいたんですよ。なんかゆめたんとかヤヒとか、そう、人生ゲームやりにもう来たかっただけなんだと思うんですけど、でなんかはるかの部屋覗かせてよみたいな、もうなんかひのちゃんが確かはるかの部屋を見て本当にピンクが好きなんだねって言われた気がする。その記憶だけある。わあ本当にピンクが好きなんだねって。でも別に私の部屋そんな真っピンクってわけじゃないんですよ。まあ掛け布団がピンクだったとか、でもカーテンは全然ピンクじゃない、白、そんなピンクピンクしてないんですけどね。なんかピンクだって言われましたね。いやでもこの機会にそう勉強机を片付けようと思って、えめっちゃいいチャンスなんですよ。でも大きいから勉強机取り壊しが、はい、お母さんお父さんに手伝っていただかないとできなさそうなので、はい、この機会をチャンスにしていかないといけない。そう、でドレッサーを置きたいの、置きたいの、頑張ります。一番恥ずかしいこの体にだけどこの時流せば後悔の日々、どうするこのままさよならか、そうちょっと待って言葉にはできない I love you。 だからいきなりキスしちゃいました、言葉にはできない I love you。 私ここ好き、このラップのところめっちゃ好き。一番恥ずかしいこのタイミング、ここはるかが歌ってるところ、リーカさんとひなたさんと歌ってるところ、だけどこの時流せば後悔の日々、ここも好き、どうするこのままさよならか、ここも好き、そうそうちょっと待ってでもリハーサルとかであの口歌でやる、音でこうやるとまだ早いから、ちょっとなんか口歌でやろうみたいな、フェスの時とかさ、そうまた人数が違ったりするから、その若干ポジションが変わったりするんですよ。だからそういう練習の時に口歌って言って、そのみんなで歌いながらね、あの不明点があったところは止めながらやれるように口歌でやる時があるんですけど、そこであのちょっと待ってっていうのめっちゃ恥ずかしくって、ちょっと待てりって言っちゃう。そう、そしたらこの前マリナさんに愛席食堂って言われた。やばい。そうはず、そうちょっと待って、ちょっと待てい。恥ずかしいですね。千鳥さん。
この前の TIFF のリハーサルはその日の朝にやったんですよ。そう、その時です。もうね、前日がコンサートだったんです。だからもうそれまでコンサートスケジュールみっちりみたいな、本当はね TIFF のリハーサルもどこか合間でやろうとはきっとしてたんだろうけど、ちょっともうコンサートだってなって、そう、それでTIFF の出演はまあ16時台とかだったかな。だから朝みんなで東京に行ってスタジオをお借りして、はい、やってたけど、でもなんかみんな元気、そう、めっちゃみんな元気だった。アドレナリンがなんかまだ湧き立っているような感じですかね。どうする、このままさよならか。そう、ちょっと待って、言葉にはできない愛だのよ。しかもこの前のティフ日向さんがいなかったからね、そのそうなの、ポジションとかがそのなんていうの、リカさんがさこうセンターでさ、はるかと日向さんがさ隣にそのはいちょっとつかせていただいてるんですけれども、そのなんかこう日向さんがいないから、こう日向さんって言っちゃった、日向さんがいないからのポジションとかもねこう微調整しながらやってた。え、待って、なんか蚊に刺されてんだけど。怖い怖い怖い、いる？ちっちゃく刺された。でもいっぱいいるんだったらやばい。え、やばいやばい、いつの間に。怖い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 、やだやだやだ、本当にやだ。私蚊に刺されやすいんです、体質的に。もう でもまだそんなに痒くない。腕時計つけるところ見える？蚊に刺された、見ると痒くなる。あ、ごめんね、見せちゃった見せちゃった。あ、無比とか、私無比さちょっと好きなんですよね。いいよね。え、でもそんなに塗らない。いや、なんか好きなんだけど、無比はあれがよくない？あのさ、柔らかいさ、トゲトゲしてる無比がよくない？知ってますか？スカスカしちゃうんだけど。そう、え、全然伝わってない？嘘でしょ。え、あるじゃん、あの歯ブラシみたいな無比。あ、ウナ、あ、ごめん、無比じゃなかった。あ、会社違う。あ言葉にはできない I love you 歌えばごまかせると思ってるやつ。だからいきなりキスしちゃいました。言葉にはできない愛だよ。幼馴染はなんか恥ずかしい。え、あのね、ここのあの I love you 幼馴染、ここ、私ここめっちゃ難しいの。なんかあのこっちの手をポンと出したことによってこっちの親指が出る。そう、こっち、これが私あの今こうやってあの I love you 幼馴染は、うん、ごまかしてる、いつも見ないで、そんなに細かく見ないでって思いながら、はい、ギリギリですね。難しい。
かもオフショット、オフ動画、なんだあれは、モニター映してくれてるスタッフさんの映像で、なんか何回戦かするんですよ、ダンスシーンも。そのリカさん狙うカットを、あと私をねこう狙うカットも撮っていただいて、それを載せたんですけど、なんかもうその時だけ間違えたの。やっぱ緊張するじゃん、そのカメラが主にあなた撮りますよっていうさ、あのテイク、めっちゃ緊張しちゃって、なんか言葉にはできない I love you、 なんか愛って ここでこう愛って作ってるんですよ。でもなんかにんみたいな愛一人だけこうやっててもう分かんなくなっちゃって、めっちゃ緊張した。もうあの振り入れがね前日とかなんですよ、いつも。なんか結構そのだから入れたてほやほやの振りなんです。だからあの常にその体にまだ染み込んでるわけじゃなくって、ちょっとこう振りを思い出しながらやってるので、結構もうダンスシーンって本当にギリギリなんですよ。あの口も動かしない歌ってるからさ、そうそう、だから結構大変なんです。なんですけど自分の時だけすっごい一人だけめっちゃ間違えちゃって、でもダンスの先生が気づいてくれたからね、もう一回やらせていただけたんです。嬉しい。でも間違えた時の方が表情が良かったりしちゃいますね。はい、なんかできてる時は結構もう切羽詰まってやってるから、もう決め決めみたいな。はじめまして、はじめまして、小越はるかです。初見さんありがとう。そう、言葉にはできない I love、 あ、声見立っちゃった I love L V U、 あ、ここで U なんです、 U。 幼馴染はなんか恥ずかしい、これどんな時だって私でも振り付け好き、すごく。なんかさ、この画面で映えるじゃないですか、わかる？この引きの動きで、あ、この振り付けねっていうよりかは、そのこの小さいこのサイズでこう振り付けがあるのがすごい私アイドルっぽくっていいなって思ってる。恥ずかしい、こんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら今になって、あ、ここね、リカさんやってるんだよ。今にある愛なってどうけすればいい A、 あ、え、これ A なんですよ。 A、 このままでさよならかな、今日みなさそうにそっけな元気でな、引き止められない涙でそうだから、絶対命令ってやってる。そう、すごいなんかそういうのを入れてくださってて、ここも好き。なんかそのメンバーのこのキメッキメッっていう可愛いところが作りやすい振り付けで、すごい好きです私。言葉にはこことかも可愛いじゃん。ない I love you 幼馴染みは、あと友達だとなんか
友達だと、ここもさカメラでさピシってさこう決めってなるじゃん。そう、友達だと固い約束、なんかすごいなって思いました、振り付けの先生。そう、振り付けでメンバーが可愛くなるのがに見せる振り付けがすごすぎって思った。この曲本当に大好きなんだよね。なんかもう気づいたら歌ってるもん。一番恥ずかしいこのタイミングってずっと言ってる。このタイミングだけどこの時逃せば後悔の日々、どうするこのままさよならか、そうちょっと待てい、言葉にはできない I love you。 あ、誰も渡り鳥のところもセリフがあるじゃないですか。私とリカさんで今になって分かることがあるっていうところがあるんですよ。2サビの前かな、今になって分かることがある、じゃ渡り鳥って始まるんですけど、それも口歌でやるときとかレッスンのとき、なんかもう恥ずかしいじゃんちょっとだけ今になって分かることがあるみたいな今になって分かることがある。本番はねちゃんと決め顔で今になって分かることがある言ってるけど、でもセリフはちょっと恥ずかしいですね。やっぱり可愛いんだけどね。でもセリフある曲好きなんですよ私。やっぱなんかうーリカさんのあのさ、いや別にってもう可愛いってなるじゃないですか。わかりますか、もう本当にあのね、中井リカさんってとっても可愛いやば、亀子席で写真を撮ってくださってた方のリカさんの写真が、ありがとうございますっていう気持ちでいいねしてる、しちゃった。なんかちょっと違うメンバーからいいね来たんやけどってなるかなと思ったけど、でもよっぽどすごくもう本当にありがとうございますっていう気持ちを込めていいねしちゃったのがあった気がする。そうそうしました、ありがとうございます。かわいすぎ、やばい、ファンになる。弟がリビングにやってくるということなのでお部屋にこもりたいと思います。みんなお仕事とか頑張ってくださいね。お仕事中に皆さん見てるよとかっていう方もいらっしゃるみたいですし、移動中にラジオ感覚でつけてた方もいらっしゃるのかな。お仕事に集中する時間がやってまいりました。頑張ってくださいあとなんだ、お休みの方はねとことんお休みしましょう。そんな感じで、じゃああと3分くらいなのでね、うん、本当にこの時間にやるのめっちゃ珍しいかったからだからなんだろうって感じですけどね、すいませんちょっと話がまとまんなくって。なのでもバイバイ、みんな誕生日呼びます
え、バカなの私。なんかもう頭が最近悪い。なんかもう日に日にやばい。勉強しようかな。勉強した方がいいよね。なんかね、終わるの嫌だーってありがとうございます、終わりますじゃあ13位の方から読んでいきますね。13位、ゆうとさん。12位、たかふみ、大熊さん。10位、いがさん、あ、間違えた。11位、いがさん。10位、いかっちさん。9位、のぶさん。8位、ダメ男さん。7位、きよさん。6位、まさひろんさん。5位、なかさん。4位、ひらりさん。3位、かんくろうさん。2位、ぴょんぴょこぴょんさん。1位、おしょうさんです。ありがとうございます。ということで皆さん、どうしよう、ありがとうございました。 T シャツでもアピールしとこうかしら。じゃあ良い一日をお過ごしください。喋りながらスクショしてる、スクショタイム弟がやってくるので切りますね。またねー。